ゴッドマンとは、主にインドで用いられる俗称で、ヒンドゥー教のカリスマ的な行者を指す言葉。また、カルト信者より半ば神のように崇拝されるカリスマ的グルを指す。しばしば、際立った存在感を持ち、広く社会からの注目と支持を集めることができる。ともすれば、ゴッドマンは、自由能力、未来予知と改変、独身などの超能力を持つと主張する。 ゴットマンは特別な人間として崇拝され、しばしばその信奉者たちから礼拝を受ける。ゴットマンのうちのいくつかは既存の確立された宗派から生まれるが、通常は何らかの宗教的権威には属さない。近年は多くのゴットマンがインド国外で多くの信奉者を獲得し、名声と富を得ている。特筆すべきゴットマンとしては非常に多くの信奉者を獲得した。 サイババが挙げられる。サイババは、ビブーティーや時計、宝石などを出現させる奇跡を起こせると主張することで知られる。また、病院や大学の設置などの事前事業に関与した。また、信奉者たちから、女神のように崇拝される女性のグルも存在し、そのうちのいくつかは著名な男性グルの妻や協力者で、ある。信奉者たちによって、生き神や聖者として、 高知られる女性グルとしては、ミラール・フレッサ、アーナンダマイー、マー、マーター・アムリター・ナンダマイー、マザー・ミーラなどが挙げられる。自身の超能力の科学調査を許可した、ゴットマンがわずかながら存在し、スワミ・ラマは1970年頃、メニンガー財団のエルマー・グリーンによるバイオフィードバック調査へと協力したことで著名となった。ゴットマンのうちいくつかは、 政治家や政府交換などの講演者を持つ。サイババは、インド人民党のラールクリシュナアードバーニーなどの政治に携わる何人かの信奉者を持った。2001年には、サイババを告発から擁護する公式書簡が発行され、これには、バジパイ首相や、元首席判事のバグワティに、ミスラ、かつて内務大臣を務めたシュブラアジパティルラが署名した。2006年には、ラビシャンカールが、 アメリカ合衆国会議員のジョセフ・クローリーの推薦によりノーベル平和賞候補にノミネートされた。元大統領のプラティバ・パティルは2007年6月にただレクラジから訪問され大統領任命の予知を受けたと主張した。2013年9月、ショブハムサルカールは19世紀のオーラ・オラージャラム爆衆、真の宮殿のもとに黄金が埋められているという目で告げられたと予言した。 サルカールの門邸の一人が、当時の食品加工産業省の大臣であった、チャランダス・マハントに連絡を取ると、マハントは順に、様々な官庁職員の説得を行った。後の10月12日、インド広告調査局がこの遺跡の調査の実施を行い、15日には、この発掘を発表した。11月18日、金の痕跡がないことがはっきりしたため、インド考古調査局は、 発掘を中止し、屈作跡を埋め戻した。インドの合理主義者団体は、奇跡と呼ばれるものが実際には手品によって行われていることを示すセミナーを開催している。インド合理主義者協会の会員たちは、インドの村々を渡って、奇跡の正体を暴くショーを行い、村民がゴッドマンへ金品を支払わないよう指導している。猛進撲滅委員会や、私たちは、 賢い運動もまた、また、霊的指導者、グルの虚偽を暴露することに、積極的に取り組んでいる。霊的指導者の一人ラビシャンカールは、ゴットマンという言葉の使用に異議を唱え、この代わりに、自身の活動には、グルを選んで用いている。記者のフランソワ・ゴーティエは、シャンカールの団体である、アート・オブ・リビングが、多くの社会活動を行っていることを理由に、シャンカールと、 サイババの説明にゴッドマンを用いることに反対している。ありがとうございます。